勝利自動車工場は北朝鮮の自動車工場、平安南道徳川市に所在する。北朝鮮における故障は勝利自動車連合企業所となっており、国産車の大部分を生産している。同工場は1956年徳川自動車工場として設立され、第1次7カ年計画、6カ年計画で自動車工場として完成。1975年に、 勝利自動車工場と改名した。1980年代に外国から生産ラインを導入し、2.5トントラック、10トントラック、25トントラックの生産体制を整えた。同工場では1958年に開発された勝利58号をはじめ、乗用車、10トン、25トン、40トンダンプカー、バス、ジープ型自動車を生産している。 勝利58号は中型のトラックで構造が単純なことから製造・修理が容易であり、開発から50年近く経った現在でも生産されている。北朝鮮関連の写真集や脱北者の手記にも登場する。北朝鮮で使用されている車両の80%はトラックであり、自家乗用車は約3000両程度に過ぎない。これは、 1960年代以降、貨物輸送と戦争遂行能力向上を目的に、ソ連や東欧製の製品を模倣し、トラックの生産に重きを置いたためである。また、2013年6月には、中国との合弁会社として、特注自動車工場が創設され、輸入した中国製トラックの組み立て生産を行っている。ネならによれば、生産者種は14種。 年間生産台数は数千台とされている。パトカーとして用いられる。白桃山軍用トラックとして用いられる。勝利58。木炭自動車に改装されている。平壌市内でスクールバスとして用いられる。勝利58。ありがとうございました。